皆さん、こんにちは。岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。えっ、ー、と、この後、カラオケ動画を出します。で、カラオケ動画出した後にゲーム紹介動画出して、出かけてきます、うん。で、多分帰ってくるのは、昨日のこと同じくらいかな。多分夜かな、うん。早ければ1二時前に帰宅できるけど。もしかしたら夕方に一回帰宅でき、あ、できないな、多分な。うん、運が良ければ夕方に帰宅ができるかもしれないけど、まあ多分ないな。うん、まあ今日のカラオケ動画もね、 うん。対してうまくは当たってないんだけど。なんだろうね。うまく歌うってなんだろうね。俺あんまり、ね、歌をさ、うまく歌いたいなとかさ、なんか点数を高く取りたいなとかっていうのはないんだよね。ただ、自分の勝手に歌ってるだけでていか、なんてだから自分の自由で歌ってるだけだから。何でもそうだよね。多分俺、多分なんか、何か記録に合うとかっていうことは方法もないと思う、まあ。信じて言えば、昔、なんか、 カラオケ大会みたいので、商品がもらえるからって言って、高得点を出したことある。97点だからちゃってんだからな。を出して、あの、1位取ったことある。なんか、景品がもらえたんだよね。何だかよくわかんないけど、商品券か何か。なんかよくわかんないけど、とりあえず、を1位取りたいなっていう、でか取れるなって自信があったから、うん、相手が、うん、多分、良かった。ねえの人がね、90、 5点とか4点とか、とりあえずね、3点か4点差をつけて勝った。で、ダントツだねとか言われたんだけど、ダントツでもないんだけどさ、うん、なんか、あ、いけそうだな、みたいなとこあったけどね。うん、まあいいや。話が、なんかこ、うん、こんがらがってきたっていうか、変な方向に行ってきた。なんかね、話し始めると長くなるからね。うん。そのカラオケの話とか多分、今、思い出して話したら、多分、20分くらいかかるよ。まあ、10分ぐらいにまとめて喋ってみるか。 とじゃあ、あの、軽めの話なんだけど、なんでかな、よく覚えてないんだけど、あきらくんとね、2人で、なんかカラオケ大会があるよ、みたいな、チラシをもらって、なんか町内の、町内の、うん、市内の、よく覚えてないけど、とりあえずなんかカラオケ大会があります、あのカラオケ屋さんで、みたいな感じで、なんかチラシがってあって、なんか参加費が300円だかんだかで、 景品、景品っていうか、なんか、参加賞の、お菓子かもないるか、みたいな感じで、とりあえず参加してみるか、みたいな。で、なんか、1位と2位と3位に、景品があって、1位が商品券だった気がするで、1位と、一位取ってきました。その時歌った曲がね、何だったかな。絆ではないことは確か。あの、絆をね、歌わなかったんだよね、その時。うん。何を歌ったのか全然覚えてない。うん。確かね、でも俺の記憶があるのは、 三曲歌って、その三曲の中で一番高い高得点を競うみたいな。だから、例えば、95点、90点、94点だったら、95点の曲で競うみたいな感じ。だから、三回チャンスがあるわけなんだけど、何を歌ったんだろうえ、何歌ったの全然覚えてない。え、ちょっと待って、思い出してみたい。あ、思い出した。多分、一曲は思い出した。でも、それで97点ではない。 3曲のうち1曲、多分一番うん、点数が低っか,かった曲、89点かなんかの曲で、平井堅の瞳を閉じてを歌った気がする。あの曲ね、俺の平均点数ね、91点なんだよね。大体91点超えるか超えないか。だから、まあ、89、90、91、92のどれかって感じだね。を歌ったのを覚えてる。あと2曲なんだかって思い出せないな。 でも、絆じゃないのに、90、なんか、何点取ったっていう記憶があるから、な、何取ったんだろう。なんか、アニソンかな多分、アニソンだと思う、アニソンめっちゃ歌うから、え、なんだっけなんだっけとか言われてもさ、わかんないよね。<laughs> ここにケ太くんがいたら、ケイく君に何だっけって、今、カンペ出してもらえたんだけどな、多分、ケ太くんは覚えてると思う。あの、その話をしたから、ケ太タ君に。今日、あの、1位取ってきたぜ、っつって。で、圭太く君ってね、俺の話ね、割と覚えてるんだよね。 なんか、ケイタくんって、俺よりも、岡くんの記憶を、なんか、うん、印象に持ってるっていうか、メンバしてんじゃねえか、テめえやってぐらい、テめえやって言い方、せやだけど、お前さん、メンバしてるんすかっていうぐらい, <laughs> い <laughs> <だ> <laughs>、いらいなんか俺の記憶乗ってるなんか、多分ね、地球上で、一番岡くんのファンは誰ですかって言ったら多分、アキくんといい勝負すると思うよ。あ、でも明くん以上じゃないかな、ケイタくんは。周りから気持ち悪いって思われるほど、 俺に、なんていうかな、うん、ついてきた時あったからね、ついてきた、ストーカーとかじゃないよ、ついてくるっていのはあのは、なんていうかな、歩いて、とことこついてくるとかじゃなくて、なんていうんだろう、どこまでも行きますよ、みたいな感じ。俺はお母さんの,あの後ろを後ろどこまでも行きますよ、みたいな感じで、いつか追い越してくれよとかいう話をしたんだけど、追い越すつもりはないらし、なんか、俺はあのお母さんの後ろでいいんですって。 永遠のナンバー2でいいですとか言われたんだけど、あ,あ、そう。ナンバー1を目指さないんだね、っつって。うん。そうか。二番手に甘んじるというかさ、うん。まあいいや、ケダクの話は。ケダク似たら多分覚えてる。でもね、なんかアニソンだった気がするんだよな。え、なんだったんだろう。ポケモンではない気がする。いや、全然思い出しない。まあいいや。思い出したら言います。あの、うん。てか、もうこれ思い出そうとして、10分とか軽く過ぎるから、なんかナルトの曲だった気がする。 星野茶ではない。星野茶はね、得意なんだけど、あれはそんなに高くない。93、あの93でも高い方か。星野茶じゃなかったら何だろう。思い出した。でもね、思い出したんだけど、曲名が全然思い出せない。ナルトの曲なんだよ。ナルトの曲、後で、あの、調べてみます。グッバイなんちゃらっていう曲。うん。グッバイグッドラック。うん。みたいな感じ。あのね、昔、YouTube の動画で出したことある。 え今度さ歌ってみようかなってかないんだよなカラオケの中にその曲が古すぎて登録されたいんだよねえでもなんかその曲さ昔歌ったんだよすごい歌ったのめっちゃ今どんな感じの歌詞だったかよく覚えてるんだけどなんかねあの「旅立ちの日」みたいな歌詞だった気がするえちょっと待って今頭の中シミュレートするうんでもなんか思い出せないわ うん。なんか、グッバイ、グッドラックっていうのは覚えてる。うん。うん。まあいいや。あの、その曲もし、あの、YouTube の動画で見つけたら、あの、UR かなんか貼っときます。うん、UR 貼れるかどうかわかんないけど。うん、でもそれ昔の話だからね。今歌ったら多分そんなに取れないと思う。その通りで多分90超えてたんだよね。なんかその曲で1位取った気がするんだよね。90。 6,7,8どれかだったと思うでも結構高得点で、100点はいかなかったんだけど、すげえって言われて。うん。まあ、昔はカラオケ得意だったんだよね。今、もう30代になってから声が出にくくなったよね。20代前半までだよ、カラオケとかよく行ったのは。うん。でもなんだかんだ言ってさ、こうやってさ、ね、トーク動画で語り出すとさ、俺の場合、話が止まらんくなるから、もう8分だよね。ね、もうそろそろ切り上げないとね。俺さ、いつもさ、あの、 トーク動画とかさ、ゲーム紹介動画でさ、話が長くなりそうなんで切り上げますって言うじゃん。あれ本当に切り上げないと話が長くなるのよ。あれは、俺があのめんどくさいから切り上げてんじゃなくて、俺の中でコントロールしてんの。あ、これはもう多分、一回話し出すと止まんなくなるな。この話は多分、話し出したら止まんなくなって、これ以上話すと切り上げなくちゃいけないから、もう切り上げますっていう俺の中でのコントロールなのよ。それをコントロールしないで前に進むとどうなるかっていうと、こういうことになります。 もうさ何の話をしてんだよって感じでしょカラオケの話をしてもいいのにさ悗君の話をしたりね曲名を思い出そうとしたりとかね何の話やって感じだよね。こんなこんなでもうね急分になるもんね急分で飛びます。なんかあのもしカラオケのねあのリクエストとかあったら歌えるかどうかは別として、まあ、受け付けますんでよろしくです。まあんまねうんリクエスト受けないんだよね俺。 歌いたい曲を歌う人だから、たまたまリクエストの曲が歌いたい曲だったら歌うけど、うん。まあ、まあ、もしでもリクエストがあったら言ってください。あの、歌えたら歌います。それでは聴いてくれてありがとう。また後でよろしく。